裸足の弦を過去のこととしてではなく現代の戦争と重ねている人がいました。カルロス・グランデさんです。3年前まで陸軍の兵士としてイラク戦争の最前線で戦っていたカルロスさん、同じ部隊にいた5人の仲間を失いました。彼らが死んだと聞いてショックだったよ。そんなはずはないとかすかな望みを持ち続けた。でも本当に死んでいたんだ。当初は自分の苦しみばかりにとらわれていたというカルロスさん。しかし弦と出会い考えを変えました。最も衝撃を受けたのは両親の死に直面する孤児たちの姿でした。カルロスさんは戦場で親を失った多くの子供たちに出会っていました。弦で描かれた孤児たちの苦労や悲しみに触れ、イラクの子供たちの心情が初めて分かったといいます。弦には全てが書かれている。実際の子供たちの気持ちが分かる力のある物語だよ。自分が参加した戦争は正しかったのか、カルロスさんは疑問を持ち始めています。戦争に行く前に読むべきだった。戦争が何をもたらすのか、世界中の人はこの漫画を読んで知るべきだ。